探索作戦は、大東亜戦争末期に日本海軍が立案し一部を実施したアメリカ艦隊白地及びサイパン島基地への航空攻撃作戦。当初は奇襲攻撃による作戦であったが、後に特攻を主とする作戦となった。マリアナ沖海戦後にアメリカ海軍機動部隊がマーシャルに帰投した場合に月夜の航空攻撃で奇襲を行う探索作戦が計画された。 軍令部では、作戦家、現田実部員が中心となり、連合艦隊司令部と共に指導した、有作戦から航空作戦を独立させた作戦案である。真珠湾攻撃の航空機襲作戦の再現であるが、昼間は油断がないこと、当時の搭乗員連度から、案夜も行動不可であることから満月に近い例明に攻撃を行う計画である。後に、 探索戦に順ずる作戦と改められたが、敵の動向が思うようにならず、未遂に終わり、以後実行されることはなかった。1944年10月3日の満月の前後10日間に、マーシャル白地に滞在する敵機動部隊を目標にする。予想戦果は航空母艦3隻で、中心兵力は銀河陸上爆撃機体と偵察隊。 探索船のために以後第364潜水艦で9月末はエイク投機予定で横須賀から作戦輸送が行われる。しかし潜水艦の消息がなくなり航空燃料爆弾輸送に失敗し探索船の実行が至難不可能になった。アメリカ艦隊もマーシャルへの帰闘はなかった。1944年9月28日頃米機動部隊が サイパン島に寄港し補給している情報を受けた。10月1日、目標がマーシャルではなくマリアナになったため探索船は探索船に準ずる作戦と改めて立案される。10月2日に探索船部隊をトラックと伊央島に進出させる。3日にアプラコートサイパンを偵察し確認して機関隊があれば同日有国攻撃隊進出。4日に来撃爆撃によって 攻撃観光を予定。実際の偵察は10月4日に行われたが敵は正方へ出動してしまっていた。豊田ソエム連合艦隊司令長官は次の月明記に延期とするも実行はされなかった。11月27日の空襲で破壊されたアスリート飛行場のアメリカ軍 B-29 爆撃機。ただし、同日早朝に陸軍 第2独立飛行隊もアスリート飛行場を攻撃して成果を上げており、この写真がいずれの戦果を捉えたものかは不明。1944年11月27日、零式艦上戦闘機12機の第1を立て隊でサイパン基地へ B29 を目標とする片道の昼間奇襲攻撃を行った。探索船第一次と呼称された。島を中継地とし、 襲撃後は、マリアナ諸島中部のパガン島の飛行場に着陸する予定であった。奇襲は成功し、機銃装車により B-29 爆撃機4機、炎上6機大破の戦火を挙げた。レース戦隊のうち1機が強行着陸をし、拳銃で米軍と撃ち合い死亡した。11機未帰還。故障により攻撃を断念した1機が、パガン島に不時着。 1945年に、うるしい干渉で、工作艦ジェイソンの修繕を受ける空母、ランドルフ。1945年2月16日から17日に、かけて、アメリカ海軍の大型正規空母11隻、軽空母5隻、戦艦8隻を機関とした第58任務部隊が、関東地方に接近、空襲を行った。2月17日、 豊田エム連合艦隊司令長官は、アメリカ艦隊をうるしい帰着の後期を捉えて、奇襲を断行すると決意表明した。そのため、宇垣きまといだ航空艦隊長官に、議員が24機を帰還とする特攻隊の編成し、攻撃することを命令した。またこの作戦を、短作戦と呼称する、胸の指示をした。宇垣は、特攻部隊を2月20日、菊水部隊。 アズサ特別攻撃隊と命名する。762空銀河陸上爆撃機24機の攻撃隊と801空二式飛行艇5機の誘導隊で編成。潜水艦位58が誘導支援。爆走は80番通常爆弾1個、正規空母を目標にし1艦に3機突入を予定。3月7日、敵機動部隊がうるしいに起動したため10日。 欠航予定も発進の遅れから11日に決行された。九州の鹿野屋基地を午前9時25分に発進。直線距離 2300km を10時間かけて飛行、中途で機体の不調により次々と脱落機を出し、さらに白母攻撃の予定が午後7時前後に現地到着となるものの特攻攻撃を決行。戦火は1機が空母ランドルフを損傷させたに止まった。 第3次探索船は、結行が5月7日、10日、12日と予定が変更されていき、14日に攻撃を受けたため、中止された。第4次探索船は、神風特別攻撃隊、第5を立て隊を編成するが、実施前に終戦を迎えた。ありがとうございます。